ガブリエル・アリアス・アローヨは、アルゼンチン・ネウケン州ネウケン出身のプロサッカー選手。スーペルリーガ・アルフェンティーナのラシンクラブに所属している。チリ代表。ポジションは GK。2009年にクラブ・オリンポで、プロデビューするも、出場機会に恵まれず、2012年に、ディフェンサ・イフスティシアに移籍。2015年シーズンは、自己最多の30試合に出場。 2017から18シーズン途中にチリのウニオンで彼らにローン移籍し契約満了後にラシンクラブと契約。2018から19シーズンのスーペルリーがアルヘンティーナ優勝を経験した。アルゼンチンネウケン出身ながら母方の祖父母がチリ出身だった関係で2018年に母の国籍を行使する形でチリ代表に初招集。 6月5日のセルビア戦で代表戦初出場。1から0の完封勝利で代表デビュー戦を飾った。翌2019年にはコパアメリカ2019の代表メンバーに招集。これまで聖 g 系だったクラウディオブラーボが負傷で、招集外となった関係で聖 g 系を任された。同大会のグループリーグ第3戦のウルグアイ戦では前半22分の場面で、 エディンソン・カバーニのシュートをアリアスが、ペナルティエリア内で左手で引き、コーナーキックに逃れたにもかかわらず、ルイス・スアレスが、ハンドを犯した。と主張し、PK を要求する場面が話題となった。ありがとうございます。